天井の方向を向いてます。でその上に鏡がありますね。鏡で下を向いてます。そうすることによって一周ぐるりと360度に合わせるようなシステムを作ってます。さあ、そろそろ試合が開始されるようです。それではまたあの試合がかかりましたら解説していきたいと思います。それでは開始されます。はい、飛んで。あと何見るやつ。やばい、もう急激に無くなっとる電池が。もう 10% ぐらい。1点先制して、ちゃんと今5番のロボットにシフトをしながら、フォアスする相手を探しますね。カメラに当たるかもしれない。電池を使わないように。どうせなくなるよ。やばいやばいやばい。出すよ。
こっちもなくなる。僕たちはそんなならんって大丈夫だよ。ほんと？こっち電話できなくなるかもしれん。やばい。だって連絡取れなかったらまずいよな。さあ、そして仕事すごい。さあ、でも自分で。ここで一回仕事が。3メートルしかドリブルができないので、今ちょっと。めっちゃポケポケしとった今。何も見てなかった。10センチだけ手を動かしていいというルールがあります。なので1秒間10センチ手を出すというのがシュートされるとキーパーの役目ですね。さあ、でシュートしました。おー、ナイスディフェンスですけども、今までですね、観客席まで飛んだことがほとんどないんですけども、決勝戦は結構3点伸びましたね。3回それだけ向こう側に行った。今度は4番に高田が
と何パーでしょう。人間だから確実にイエローカードが甘いと。これですね、まあ、これもですね、何度もやるとですね、イエローカードがあります。探してほしい。ナイスですね、ちゃんと腰を。カメラが簡単に出るかもしれない。なるほど、かなり効果ですが、試合になってます。今10分が経過しました。残り5分となります。前半戦残り5分となります。さあパスをして振り向いて、さあ2番にまた当たりました。さあシュートをしましたが、ちゃんとバックレスを切れとシュートコースに入りますね。この辺りあのオランダのチームはですね、よくサッカーをしてるなという感じがします。スペースを見つける技術とかですね、あのディフェンスがゴールとボールの間に入るとかですね、そういうところよく考えてるなというのをあのすごく感じられます。まあ、そういう面でサッカーの知識というのが非常に重要だったりしますね。このサッカーのことを勝つためにですね、でちゃんとこう壁を作って、やばい、携帯が切れる。シンプルにシンプルにいくんですけども、素晴らしくこの辺り作戦が的中してるという感じでしょうか。わーよー、俺ボートしたとここら辺取ってた。さっきあのカメラが上についてるっていう話をしたと思うんですけども、あのボールがですね、マウントすると自分から見える距離が変わっちゃうんですね。なんでみんなこう浮かして惑わす作戦を取ったりしてますけど、あの結構自分で取った時にもマウントしてると難しかったりします。さあここでスペースに戻ってしまいましたね。今のところ大丈夫なはず。てか切れた後に、どうしても電話しないかんの時に 1% だけ充電してそのまま電話して、最低限の充電だけでいい。待て、でもこれ終わったらもしかしたら枯れるかも。近くを選択しましたね。近くを選択しました。6番がしっかりカバーしてくれて、パスができるか。ナイスカットしました。そこで3番に。反応おもろ。